が宝部レオズでございます。最近ですね、むっちゃ筋トレしてるんですよ。パーソナルトレーニングをしてくださっている方がおすすめしているアイプロテインっていうプロテインがあって、一番最初に飲んでたやつがチョコレートキャラメルってやつを飲んでて、で今ナチュラルチョコレートを飲んでるんですけど、最近そのチョコレートキャラメルをこうやって選んだあたりぐらいからめっめっちゃいろんな味があると、で自分の好きな味って何回なってわからんかったりするやん。いろんな味をねちょっと俺ね試してみたいなって思ったっちゃ、1ヶ月に2袋ぐらいいってしまうけん、まあいっかって思ってむっちゃ買ってしまったったい。やけん今日はですね、それはですねレビューしていこうかなと思います。ブン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 ブー、バーコード映ったら大丈夫なやつかいな。ブン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 ブー、あめぇ、ぜーん。どうでもいいけど、むっちゃ画質良くない？これ最近買ったっちゃん、このレンズ。正直ちょっとこれステマかなって思ってしまうぐらい良くない？ステマじゃないよ。俺普通にこの自分自身で、なんか、飲んでみたいなって思ったやつを買っておけん。別にマイプロティーンさんのステマとか、あーめぇ。これのさ、A から Z って、これ知っとう、このマークの意味。にっこりマークに見えるやん。笑っとうように見えるやろ。これ違うとって、A から Z まで。アルファベットの A から Z まで。だから、なんでも取り揃えておりますよって意味らしいだ。あーまあ。こんなさ、変顔ばっかりするやつがさ、ステマなわけないやん。開封の前。実際はこうやってすることもなくですね、ここからこうやって開けると簡単に開けれることになっております。この辺がすごい Amazon さんのですね、すごく使いやすいところになって、あ、開けづらいやないか。ほら開けました。見てください、こんなにたくさん、こんなにたくさん買っちゃったんです。あれれおかしいぞー。今回ですね、目玉商品があるので最後までちゃんと見てくださいね。まず今飲んでるやつがですね、こちらですね、ナチュラルチョコレート、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、クッキー&クリーム、ノブ&クッキーみたいな名前ですね。知ってます？これも気になって買っちゃいました。チョコレートココナッツですね、チョコレートバナナ、はい、ここに置いていきますね。はい、はい、はい、チョコレートバナナですね。ちょっとここまでは余興でございます。僕が今から試してみたいプロテインがあるんですよ。それがですね、こんなんさ、テンション上がるに決まっとるやん。ポン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 、レジェンドドラゴンボールスーパーブロリー、カメハメハージ。すごくない？カメハメハージよ。もうこの見てください、このプロテインのこの存在感。 B レジェンド7つの約束、約束1、比べてわかるこの低価格。こちらのプロテイン一つですね、1キロ2500円から3000円ぐらいの中ですね、こちらのプロテインですね、なんと4100円でしょ。はれれー。さてこっからですよ。今から飲み比べて言ったじゃないですか。か、プロテインを、その、いきなり5杯も一気に飲むやつがどこにいるんでしょうかね。じゃあ、いつも飲んでるナチュラルチョコレートを基準にして。ちなみに、美味しさで言うと、チョコレートキャラメルが美味しかったです。だからナチュラルチョコレートより、チョコレートキャラメルの方が、僕は好みでした。これをいつも通りに。このマイプロテインのいいところは、スプーンが、専用スプーンがついてくるんですけど、これ1杯入れるだけでいいんですよ。ウィダーのやつ3杯とか、こう入れてくださいとか、それがねめんどくさいなと思うけど、マイプロテインは1回でいいけんね、すごくいいなって思います。なんかすっかり筋トレ YouTuber みたいになってますけども、いただきます。うん、美味しい。ナチュラルチョコレートは普通に美味しいです。ただまあ、チョコレートキャラメルの方が俺は好きだったかなっていう感じです。まあ、ナチュラルチョコレートは本当にチョコレート、本当にチョコレートの味。じゃあその次、クッキー&クリームいっちゃいましょう。すごいっすよ。クッキー&クリームは、ほら、白いっすね。200ずつ入れてんすよ。だからこの撮影で俺1リットル普通に飲むことになりますね。頑張っていこう。今年はさ、その YouTube のさ、皆さんが見てくださってるこっちのチャンネルの方もかなり力を入れていこうかなって思ってるので、お腹の中に水を入れるぐらいの無茶ぐらいやっとかないかもんね。こいつの方が溶けやすそうっすね。いただきます。
あのね、あんまり好きじゃないや。え、嘘でしょ。クッキー&クリームって絶対うまいじゃんって思って、俺クリーム好きなんですよ。生クリームとかすげえ好きで。ミルクセーキとか好きっすか？ミルクセーキが好きな人はこれ好きだと思う。だし、あの、水で飲まない方がいいかもしんない。もうなんかここまで来るんだったら牛乳入れて飲めやっていう感じがする。多分、こいつは牛乳で飲んだ方がうまい。あ、次は、両方ともチョコレートなんですよね。だから味が似てるんじゃない説もあるんですけど。まあ普通に、チョコレートバナナっすかね。あ、すごい。すごい、これもうすっごい、もうバナナの匂いがすごい。え、これ1位来るかもしれん。バナナ好きなんですよ。じゃあいただきます。あー、なるほど、分かってきた、分かってきたぞ。これはやっぱり牛乳なんだね。チョコレートとバナナに絶対的に合うのは牛乳なのかもしれない。いや、美味しい。すごく美味しいよ。ぶっちゃけって言うと俺はナチュラルチョコレートよりかは好き。さて、チョコレートココナッツ。ナチュラルチョコレート、え、ちょっと待って。やった。え、やった。来たよみんな。やばい。当たりやん。チョチョロチョーチョチョロチョチョロチョーチョチョドドスプーンが二つも入っている。これは当たりでしょう、当たりでしょう。二つはいらんよ。色味はですね、こいつナチュラルココナッツ、チョコレートココナッツ、ここチョコレートチョココチはチョコレートココナッツがすごくあれですね、薄めのチョコ、は？何を言おうとさっきから。薄めの粉ですね。薄めの粉でございます。これ入れます。で、もう、どうした？ココナッツってさ、むちゃくちゃ好きなんよ。ほんとなんか聞いただけでむちゃくちゃ好きやけん。なんかもう絶対美味しいやん。だって、夏を連想されるもの自体がもう全部好きなんよ。味が好きなのか。いやでも、まあシンプルに味が好きやったりするっちゃけどね。あの、タイカレーとかグリーンカレーとかね、ね、すごい好きやし。ココナッツミルクとかも俺すごい好きやけん。なんかそういったところがあるけん、本当に美味しいかどうかわからんっちゃけど、まあプロテインになっても絶対ココナッツが入っとけばね、絶対うまいなって思っちゃう。飲んでみましょう。なるほど。なんか思っ、ココナッツかお前。ココナッツか、なんか、ケミカル。なんか普通なココナッツな気が、あ、チョコレートが邪魔してるってこと？チョコレートのせい？俺のこの熱いココナッツへの思い、邪魔してるのお前？あ、でも、後味がココナッツだな。だ、夏に飲むべきかもしんない。お前は夏までとって、よく、もう次行っちゃいますよ。残すところあと一つ。お待ちかね。こちらですね。ついに今日のメインイベント。レジェンド、ドラゴンボールスーパー、ブルーリー。来ましたよ。1回につき専用のスプーンすり切り3から4杯を目安に来た。これなんよ。これが辛いっちゃん。これ3、4回入れるのがちょっとめんどくさいっちゃん。別にそんくらいいやんってなるかもしれんけど、20cc って書いてるやろ。20cc? さ、あれはこのでっかいやつは何？え？ちょっと待って。70なんですよ。え、これ20じゃん。え？ちょっと待って。え、これ20じゃん。20、3、4杯ってことは、60から80じゃん。これすり切りで70やん。1杯でいいよ。あれ？さっき1個多かったよね。え？マイプロテインさん、優秀すぎない？え、2個下？もしかして。その俺のこの感情を見越して、1個多めに入れた？え、優秀すぎない？だとしたらこれ1個余ったけん。うわ、優秀。やり口。マイプロテインのやり口。
好きになるわ。なるほど。あのね、匂いは、ねるねるですね。駄菓子の匂いがする。で、色ですね。色ちょっとつぎましたけど、こんな色ですね。見て、お水。もう本当に、もうこんだけ飲んどるよ、今。腹パンパン。摂取量よ。摂取しすぎじゃない？あ、お腹。あ、すごい溶けやすいかもしんない。じゃあ、いただきます。シュワーって言う、シュワーって。あの、あれですね、あの駄菓子屋さんのコーラ的な正直ちょっと駄菓子っぽい味がします。こいつまずくないわけじゃないだし、爽やかさで言うとダントツこいつが1位です。若干なんかその炭酸っぽい、別に炭酸っぽくはないけど、でもシュワシュワ感はすごかったから、甘さで言うと一番控えめなのかな。こいつだけやっぱちょっとその規格外でもこのパッケージはかっこよすぎるやん。パッケージむっちゃかっこいいけんさ、これ飲むしかないやん。こういうチョコレート系になんか飽きてしまった時に飲むのがいいかもしんないね。だから今まで飲んだ宝部のそのプロテインで言うと、1位がチョコレートキャラメルマイプロテイン、2位がナチュラルチョコレートとチョコレートバナナで、まあブロリーもまあちょっと同じところ、でその下にチョコクッキー&クリームと、あとチョコレートココナッツ絶対美味しいやんって思って頼んだけど違う味やったけんね。あんまり冒険せん方がいいっちゃろうね。ちなみに抹茶とマイプロテインの抹茶とストロベリーも飲んだことあるんですけど、やっぱりチョコレートキャラメルが俺の中では1位で、まあその2位のところにそいつらがずらーっているかもしんない。ストロベリーとかバニラとかチョコバナナとか、あとこのナチュラルチョコレートとか、まあなんか本当に筋トレ始めてこうまだ1ヶ月かしか経ってないのにさ、こんなにプロテイン買いまくってどうするとみたいな感じになっちゃうけど、でもまあ1ヶ月に2袋ぐらいもう普通に飲んでしまいよるし、今日むちゃくちゃ飲んでしまったけんね、今日1日での摂取量とかむっちゃやばいけん、まあこんな風には続けていかんけど、まあすぐなくなるでしょう。はい、というわけでございまして、ちょっとだけね、まとめをさせていただきたいなと思います。ちなみにこれね、動画をアップされる、本当に30分とか1時間も経たない前ぐらいに撮っている動画なんですけど、そうなんです。編集しながらちょっと思ったことだったりとか、その間にちょっとね、仕入れた情報みたいなのをちょっと伝えようかなと思っていて、で、マイプロテインの、味って言うと、なんかもうみんなね、ミルクティー味っていうのがあるらしいって、うちの、パーソナルトレーニングしてくれている、種さんっていうね方もおっしゃってたんですけど、もうみんなマイプロテインはもうミルクティーをダントツ飲んでるって言っていて、まだちょっと手元にないっちゃけど、まあそれが来たらちょっと飲もうかなって思ってます。であとクッキー&クリームなんですけど、もう牛乳と一緒に飲んだらね、意外とめっちゃうまいってなって、そう美味しかったんですよ。でそれもちょっと伝えたいなっていうのがあったのと、あともしかしたらあの日ね、もうびっくりするほどさ、一日にめっちゃ飲んだやん。やけん、体のどこかでね、ちょっとだけね、拒否反応が出とったような気がしとって。で、まあ、とはいえ、まあ、ちょっと、チョコレートココナッツは、やっぱりなんかちょっとケミカルっぽい味がするなっていうね。味に慣れてきたら、まあ、美味しいって感じるかもしれんちゃけど、っていう感じやね。あ、カメハメハ味の味もですね、まあ、ミルクと一緒には飲んでないっちゃけど、なんか意外となんか全然なんか楽しみ始めました。あと
この間映画見てきちゃった。ユーコンとサグワと竹内さんとブロリーのね、あの映画見てからのもうずっともう毎日のように三浦大知聞きながらブロリーを感じながらこれを飲むとね、なんかもう私ワクワクすっぞって感じちゃう。まあ気持ちの持ちようかもしれんちゃけどね。お部屋の中でもマスクしてるし、基本的にずっとヘッドホンしてるっていう。あくっちゃんこれがなんかどこ行くにもさ、音楽流しとっても例えばリビングとさ、こっちの部屋とかこうやって行き来するときとかもさ、トイレ行くときとかもさ、なんか音楽いちいち止めたりとか、聞き寄ったものとかいちいち止めんでいいやん。でマスクもやっぱりね、夏とかの保湿効果があると思っちゃう俺は。そう、喋っとったらやっぱり喉がカラカラになってしまうやん。こうやってね、あの加湿器とかつけとっても結局カラカラしてしまうけん、そう、えけんマスクは常にやってます。以上、タカラベリアージュでございました。本日の動画いかがだったでしょうか。もしいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。